こっちでお願いします。せーの、うわあ、161番。これ下手した最後かも。そうね、やばいね。来てるね、マリアちゃん。来てますね。やばい。来てます。勝つかも。逆にね。マジハロ。シックスじゃない。シックス1台しかないから無理だよ。シックスまで1回。3台になったの。今日ね、あの P ワールド見てて、あれマジハロなくなっちゃったついにって思ったんですよ。マジハロシックスが入ってて。あれないないないと思ったら3台に増えてから上に上がってた。今日も5かな。そうだからリベンジマッチ。51ポイントって大きいのかちっちゃいのかすごい分かんないんですけど、うん、マジか。なんでゴッドそんな寄たせたいのかな。ありがとうございます。おっしゃー。え、待って、ゴッドすごい人気。じゃあもうこれで行こう。もういいやん。なんか流れるようにゴッドに来ちゃったな。流れるように。朝一はゴッドで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。正宗打とうかな。空いてないかな。でもな、じゃあここ私2日で10万ぐらい負けてるから。うわ、みゆさんゴッドいってるよ。あーもうこれは飲まれる。あ飲まれていくやつや。ちょっと待って、誰も座ってないから。ちょっと待った、誰も座ってないから、もうちょっと歩こう。いや、やっぱマサムネにしよう。皆さんゴッド言ってるしね。こんなさ、ゆっくり一周してきたのに誰も座ってないよ。マサムネ選び放題だ。角にしよう。おはようございます。ラバズ J の白鳥美優です。ゼガール、ゼガラシマリアです。さあ、初共演だね。やったー、念願でした。本当に、はい、そんな言ってくれるの。大好きです。どうしよう、大丈夫。オープニングからじゃん。やばい、どうしよう。私この日のために生きてきました、うん、ちょっと生きてた。ちょっと、いい。あ、持ってる、持った今。でもこのスケジュールが1ヶ月前、うん、1ヶ月ちょい前ぐらいに決まったじゃないですか、うん。もうこの日が超楽しみで、私本当にワクワクして。え、超優しくないですか。こんな言ってくれる後輩に。ほんまにほんまに、 いつも優しいんだよな。でもみんな、いやいやいや、みんな優しいんだけど、マリアちゃんにしか優しくないんです。 あこれ、あ、これか。これしても何も出ないよ、私は。違う、純粋にすごい好きで。ありがとう、私も好き。楽しみです。私も好きだけど、はい、何か。こちらこそよろしくお願いします。じゃああれだね、楽しみにしたばかりに、はい、ポイの数字を忘れ。そこだな。いやいや、あ、それは私が悪かった。え、それは本当私が悪かったわ。何ですか。それは、ね、間違えてないです。誰と一緒かっていうとこばっか見ちゃって。あ、リアとね。そうそうそう、あ、そうだよね。ありがとう。そうだよね。そう、私もなんか一緒になれるのが嬉しくて。そう、私もマリアちゃんとだから初めてだなと思って、あれ、時ぽいなんだっけっていうのはちょっと確認はしちゃったよね、やっぱり、うん、天かなっていう。天かなって言ってました。と思ったけど、本当は今回は11ね、11ということで、10の時はいろいろポイントの加算方法がたくさんあったんだけど、はい、今回はシンプルになってるということで、サマイ数、そして見せ場ポイントっていうね、本当に純粋なサマイ数のバトルになってるんで、はい、見せ場を申請すればいいですか。これは見せ場じゃないですか。もう交渉次第ってこと。すごいよ、今日私ゴッドに行ったんだけど。見ました。ゴッド行ったらね、なんか最大のポイント数が50ポイントなので、一気にもらえるポイントが、はい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 、でもゴッド引いたら51ポイントもらえるらしい。え、それちょルール違反じゃないですか。でもそれはいや、わかんないけど、なんか急に朝思いついたかのような。自由、うん、割とマリな感じで頑張って。だから、はい、頑張。私、正宗行ったんで。正宗か。
誰も座ってなかったんですけど。やばいね。やばい。でもさ、あれだよね、私とマリアちゃんの今日のお財布の中身一緒だから、そうそう、お昼の時に一緒に下ろしに行くことならないように頑張ろう。ならないように頑張りました。とりあえず持ち金お財布の中のね、それでさ、持ち金でなくならないように頑張れるように頑張ろうということで、今回は、はい、ミリオンゴッド神々の凱旋とまさむね2で、はい、そうね、お金なくならないように頑張ろう。お金なくなる機種ですね。大丈夫かな。そうそうなんだよ、不安なんだよ。大丈夫かな。頑張りましょう。途中いなくなったら、はい、察して。わかりました。 ATM 行ってんな。私も察してくださいね。ちょくちょく見に行くね。OKOK、はい、ということで早速実践行ってきます、はい、頑張ります。ということで、トキポイイレブンの私は、正宗2からスタートしたいと思います。朝ミュウさんと、ではミュウさんとは本当に初めてお仕事させてもらうんですけど、冒頭でも言ったんですけど、ほんまに好きなんですよ。で、私がジャンバリに入る前に、会いに行ったことがあって、近くに来られてた時に会いに行ったんですけど、ね、その時のミエさんの多分対応がね、なんだよ、素晴らしすぎてすごい好きになって、なんかもうミエさんがいたからジャンバリに入ったと言っても、いや、なんか言い過ぎててわざとらしいかなって思って、いや、ほんまにそれぐらい好きなんですけど、だから今日は本当に楽しみ、でも緊張してます、すごい。いやいや、比べ物にならない。じゃあなんか、いや、楽しい楽しい、嬉しい。もうなんかこの、私今回みゆさんとじゃないですか、このペアみたいなのはどなたが決めてるのですかね。そうなんや。ほんまになんか枕営業してるみたいなこと、噂があるって言われたことあるんですけど、なんかそういう噂があるよみたいなのを聞いたことあるんですよ。ちょい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 っていう。でも罰ゲームがあるっていうのをちょっと聞いてて、私ミュウさんすごい好きって言ってるじゃないですか。ミュウさんに罰ゲームをやらせるのが嫌なんですよ。弱点かな、ミュウさんに。だからね、複雑な心境。でもこの2日で10万負けている、勝ちたいっていうのが、それはしろ、ミュウさんには罰になるけど、ちょっと出陣してもうた出陣してから言いますわ。出陣が終わってから123ゲーム。待って、家康さん、チャンスですよね。しかも一人しかいなかった。しかもベル引いたし、今。
そう。そう、そう、そう。え？なかったことにするのやめてくださいね。え、今チャンスでしたよね。完全に鼻水出ましたもん今。嘘と思って。あ、みゆさんにやってほしいことか。なんか私みゆさんのことが本当全然分かってないっていうか知らないんで、本気の告白みたいな。みゆさんがその男の人にどういう感じなのかを知りたい。それいいですよね。なんか罰ゲームでこれ言ってんのになんで私普通に言わなきゃいけない。おかしい、おかしい、おかしい。しかもちなみにとかもう興味ないし、もうやめてください。二の次、ついで感、ついで感でなんか罰ゲームみたいなこと言うの嫌なんですけど。じゃあまたみゆさんの話していいですか。なんかここジャンバレに入る前にあの1ヶ月研修っていうのがあるじゃないですか。で研修の一発目もみゆさんだったんですよ。覚えててくれてて、覚えてくれてて、覚えてくれてたんですよ。あの見にってか遊びに、来店の時遊びに行ってたことを覚えてくださってて、めっちゃ嬉しくないですか。そう、遊びに行ってたんですよ。それを心ないすごいが聞こえてきました、今。いや、ほんまにすごくて、覚えてくださってたことがめっちゃ嬉しくて、さらに好きになるじゃないですか、やっぱ。もうなんかこういうことなんやなって思うんですよ。だから自分も遊びに来てくれた人を覚えようって頑張ってるんですけど、なかなかこう、名前が覚えられないんですよ。ああ、でも、ああ、そっか。ツイッターを見せてくれたりとかしたら覚えやすい。そう、ツイッター、これ自分のアカウントですみたいな。なんか一致しない時とかたまにあって。でも今日ありがとうございましたってツイートくれても、こう名前と、なんかサインに書いた名前とツイッターの名前が違ったりするじゃないですか。オープニング撮ってる間にね、周りの台結構当たってるんですよ。しかも朝一から割ともっとみんな座ったからあるかもしれないよ。今日勝てる未来が、私が見えてきてる。言ってないけど、お、逆から風だ。まだ打ってはないんですけど、隣で打ってる人のは見たことがあって、でマジカロ6、マジカロ5ってなんて、私マジカロ5を打ったんですけど、やっぱ5かなって気持ちを、自分では打ってないですけど、そういう感想を持ちました。あ、って言います。私も打った人から聞いたんですけど、なんかアリスがあんまり可愛くなくなったみたいな聞きましたけど、横で見たけど、横から見たらあんまり変わってるように見えなかった。5めっちゃ良かったのに。え、歴代割と綺麗でしたよね今まで、うん、あ、そう、刃可愛い、巨乳可愛い。あ、私刃あるんですよね。いや、一緒にされたら大変だから、やめろ、やめてくれ。いや、それは大変なことになりかねないから、本当に。何を、やめて。いや、普通にやばいでしょ。はって、これそれこそ眼科じゃなくて病院紹介されますよ、本当に。大丈夫って、本当。
お、いいじゃん。あー、いいね。当たってそうだな、本当に。お、次、これはもう次か。はい、でででで、あ、次か。おお、ここのランプに行きたいですね。じゃあよっしゃー、1、1、でででででで、イエーイ、イエス。183ゲーム投資が8本で本日当たったりゲットです。それではランプの色を注目でいきます。せーの、あー、白だわ。でも思ったより早い初当たりで嬉しい。 AKB の総選挙見ました？私も見てないんですけどね、今日ツイッター見てたら中井理香がセンターらしいですよ。なんかアンチに結構辛口のコメント言う人、新潟の NGT みたいな、うん、あ、じゃなか、あ、そうじゃないみたい。次の、 あのセンターは中井理香に決定したって言ってましたよ。やんないよ、誰も誰もがあの幸せになれないよ。そういうのやるとね、ほんと危ないから。順当下手すぎ、228枚で終了です。テンパンないねここで来ちゃったか。はい、普通になし。あの携帯を見たことがある彼氏とお付き合いしてる人も。なんでだよ、行ったことない。なんでなんでなんでそこなの。チャンネル登録よろしくお願いします